菊池まどかです。今回菊池まどかデビュー5周年記念曲目音鶴は、幸せ演歌の一曲として高高志先生作詞、徳久浩二先生作曲で作っていただきました。目音支え合う2人のテーマを物語として、幸せ演歌の一曲となっております。デビュー曲から、6作品目となるんですけども、また菊池まどかの違った一面、可愛らしく、散歩下がって支える女性を、けなげに歌わせていただいております。ぜひ皆さん、覚えて聴いて歌っていただけたらほんまに嬉しいなと思っております。どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。そして5周年にちなみまして、ペアハンカチをプレゼントさせていただきます。応募券は CD、 カセットをお買い求めいただきますと同封中に、応募券が入っておりますので、ぜひぜひ応募していただけたらほんまに嬉しいです。菊池まどかの目音鶴、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。菊池まどかでした。